皆さん、こんばんは。こんにちは。にゃお、ちゃおばん。皆さん、こんばんは。にゃせよ、にはお、ちゃおばん。さあ、でっかー。さまってまらん。皆さん、こんばんは。今日はエンタメ版の放送日でした。レギュラー番組。はい、見てくださった方、いかがでしたでしょうか。そう、エムネットスマートさんだったらね、後からアーカイブでも見れるので、ぜひ。現在のグラビア、見ました。ました。そう。多分初回はですね、あ、自然体だった？でもなんか人によって全然違う。新番組大変そうだったねって。でもなんだ、リニューアルされて、もともとあった番組だったんですよ。でもリニューアルされて、今回私や、そう、古谷さんはね、ずっとね、何？リニューアル前も出演されてたんですけど、リニューアルしてからは私と、そう。結構切り込んでたでしょ？ 兵役のこととかめちゃめちゃそう切り込んでて、聞いてて、だからね、普通になんか勉強になった。ね、私もそう、兵役について詳しくなった。いろんな部署があって、で、そう、なんか戦う、やっぱね、その、いや、ね、なんかどこまで触れていいのかちょっと分かんなくなるぐらい、結構切り込んでいった感はあった、個人的にね。ね。そう、ユジョンもデビューしたし、チョウォンもそうデビューしたし、嬉しいよね。あとナヨンも、そう、その3人がライトサム、そのライトサムが初回の、ゲストとして出てくれたんですけど、すごい嬉しかった。まあ画面越しだけどね。そう、元気そうで、あと日本人メンバーがいるってことにもびっくりしました。ひなちゃん そう、衣装はね、これからも、まあ、あのユニフォームといったらいいのかな、あのユニフォームが、これからもなんかずっとあのユニフォームなんですけど、そう、髪の毛とかいろいろレパートリー増やせていけたらなとは思ってます。そう、 K-POP の番組です。そう、いろんなこと知れてよかった。あと、なんだよ、質問も受け付けてるので、気になることがある方、ぜひぜひぜひ、そう、好きなドラマのロケ地が見たいだとか、なんかそういうのでもいいので、そう、ぜひお寄せください ぜひお寄せください。
そう、韓国料理系でもいいと思います。そう、何でもいいからぜひ、そう、質問をお寄せください。答えていくので。え、タワー？このブラウンさんのやつ。かわいい。タワーありがとうございます。私がよく知ってる分野、私あるのかな、よく知ってる分野。ね、でも私がよく知ってるのは確かにガールズグループですね。ガールズグループの方が、まあ知ってます。はい、好きでよく見てるので。でもなんかね、エンタメ晩さんのやつ収録するたびに思うのは、ほんと K-POP アイドルってたくさんいるし、いろんなコンセプトで活動してるグループがたくさんいるから、私も全然把握しきれてないなってすごく思う。ほんと普段私たちが耳にしてるグループの人たちって本当にわずか指で数えられるぐらいしかね、そういないから、本当にいっぱいあるんだなってね思った。私の世代はそうだね、少女時代さんの、ミスタータクシー、タクシー、タクシー、タクシーとか流行ってた時。そう、でもそう、私はカラさんが好きでした。そう、でもカラさんとか少女時代の方たちが流行ってた時期だよね。私が多分小学生の時かな、流行ってたのが。そう、あとボアさんとか、もっと遡ると。ね、だからハラさんがね、亡くなりになった時は、でも私ハラさんと共演できてるんですよ、実は。日本の歌番組で、そう、すっごい嬉しかった すっごい嬉しかった。そう、それこそ年末の歌番組で、なんか久しぶりソロでね、ソロで「なな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 」を歌ってる。そう、そんな前じゃなくて、そう、歌ってる時、歌ってた時です。そう、ソロで日本の歌番組で。私はその見てたんですよ。そう、すごい嬉しかった。やっぱすごいね、可愛かった、スタイルが良かった。え、裏から見てた、あれ本当に大好きで、そう、絶対見てた、本当に面白かった。なんかああいうのを見て、私もなんか芸能人いいなとか憧れてた。私はまだ番組見てないんですよ。そう、見てないんだけど。ね、まあ皆さん、
見てくださったのかなと気になって今日今聞いちゃったよね。いつかね、そう、ロケットパンチの方々ともいいなあ。この番組はですね、週2と週 4? 毎週2回目と4回目の、今日何曜日？日曜日そうの20時30分からですね。あ、毎月あります。はい、月に2回あります。はい、第2第4日曜日ですね。そういう感じです。ぜひお楽しみに。あ、でも第1第3っけ、うん、だよね、今日第1日曜日だもんね。まあ隔週にあるので皆さんぜひご覧ください。第1と第3だね。ね、今日第1の日曜日だわ。そうだね、韓国にロケ行けるといいんだけど、このご時世ね、難しいよね。1ヶ月ぐらい、1回行くだけで1ヶ月ぐらいね、そう、時間過ぎちゃうからね。いや、収録はでもそんな頻繁にやってないですね。月1ぐらいかな。来年も行けんのかな。なんかねえ、なかなか収まらなそうとは思うよ。あと5年くらいはなんか続きそうだなとか思って、どうなるかなっていう。本当になんかね、そう、遊びに行きたい、なんか遊びたい、そう、今はちょっと難しいけど、なんかご飯食べに行ったりとか、そう、そういう感じが強いかな。そう
だからまずはなんか本当国内がどうか落ち着いて。観光に行きたいなっていう。そう、ワクチンもね。あ、そう、お店もそう、20時とかなんですよ。そうだね、なかなかね。でも本当新しい生活様式だろうな。やっぱどんどん最近変わってきてますもんね。逆になんか今が普通になってきてるところもあるよね。そのうち忘れられそうなローソンですって。安心してください、大丈夫ですよ。そう、でも最近はなんか前に比べてそのイベントとか、まあ、国内でなんですけど、そう増えてきてすごい嬉しいですけどね。まあ確かにファンの方もなんかまず会話が減っちゃうよね。減っちゃう。よくリモートお話し会とかさ、そう飲み会とかさ、人気じゃないですか、大人の方になると。そう、やっぱそういうのがね、主流になってくるよね。劇場でソロしないの？ってしてるやん してるやん、いとしさのアクセル。ねえ、まあ確かに直接話したいところはあるよね。やっぱネットってね、電波の関係でさ、なんかなかなか会話が成り立たず終わっちゃったりとかね、たまーにあるから。本当に、まあその場合はすぐ電話してもらえたら対処できるんですけど、なんかね、モヤモヤっとするよね、そういうことがあるとね。そう、あとオンラインだとそんな時間経ったらブチって切られるんですよ 本当に。そこら辺がね、困るところでね。だからできるだけ要約して伝えるようにはしてるけど、難しい でもオンラインもいいところもあるんですよ。なんか普通にお話し会だったら、あ、違う、握手会やったらいけないんだけど、なんかオンラインお話し会だから、お仕事の休み時間にね、インターネットつないでお話し会今参加してますってしといたりとか、あと海外の方とかもなんかね、リモートだったらさ、ネットがあれば話せるから、そう、そういうね、そう、海外の方とかなんか仕事と重なっちゃって会えないって方々はすごく合ってると思うんだよね。そうだから、なんだろう、握手会に戻ったとしても、オンラインお話し会もなんかあってほしいな。なんか両方あったらいいよね。そう、会いにも行けるけど、なんかこの時間空いてるのに
ちょっとね、場所的に難しいって方はね、まあ、経済面でもあると思うけど、ちょっと行くの難しいなって人はオンライン選択できたりとかね、そういうのできたらいいよね。でもまあ今のそのこのお話し会って形は本当にお互いの健康を考えた結果なので、そうやむなし。あとね、メンバー的にね、オンライン話し会のね、長所を言うとね、メイク直しが常にできるっていう そう、前にね、鏡付きのリングライトみたいなのがあるんですけど、それにね、それが常にね、自分の顔、それで自分の顔確認できるから、そう、すぐメイク直しできるっていう。そう、あとね、お話し会ほんとずっと座ってるんです。そう、ずっと座ってイヤホンつけて画面と向かい合わせなんですよ。そうだからね、逆にそう、握手会に戻った時に長時間本当に立てるのかな自分で、ちょっと不安になる時々 なんかリモート会議とかでも皆さんもあると思うんですけど、上が普通の私服だけど下なんかレッスン着のズボンとかね そう、正味上しか見えないから、そうっていうね、そう 楽な格好でいられるっていうのはあるね。あるある そう、そういうこともあるね。私はまだしたことないけど、熊本の時にお話し会終わりでレッスンだったんですよ。そうだから、あと荷物もね、少なめがいいじゃん、できれば。だからそれで削りに削った結果、そういうことをしてたメンバーもいた 誰がとかは言わないけど、そう お話し会はね、なんか握手してるとさ、そう、多分握手してするとより多分パワーを無自覚に発してる気がするんだ、個人的に。なんか力を分け与えてるというか、分け合ってるみたいな。そうだから、なんかお話し会よりもお話し会お話し会の方が体力の消耗は少なく感じる。そう、握手会の時はね、なんか握手してパワーを分け合ってるから、私吸い取られてんのかな 分かんないけど、なんかそんな感覚で、そう。だから、あと多分座ってるからもあるのかな、お話し会は。常に座ってたりするからなのか。そう。ね、普通に立ってるのが辛いのかもしれない。わかんないけど わかんないけど、あとね、多分私お話し会の時本当に目あんまりまばたきが少なくなるんですよ、お話し会の時とか。人と話す時本当目のまばたき少なくなっちゃうから、
なんかまあそういういろいろもろもろありかな。そう、違うね。なんか目が乾燥するっていうか、目のまばたきが少なくて、対面してる時に、あとプラスで多分私、普通に対面で話してると目をなぜかすごい開くんですよ、まばたきしない上に。そう、いつもよりも目多分開いてるから、目薬必須。多分じっと見つめるからだろうね。ショールーム、なんか全然画面越しは全然そんなことない。そう、対面して喋るとき本当に人と一緒に 人と一緒に やっぱ直接ね、会うのとこうやって画面越しで会うのは全然違うよねっていう話ですね。でもオンライン話し会で私目大きいって感じた時あるって、嬉しい。それは何だろう、カメラの角度 嬉しい、ありがとう。そう、あとお話し会の時のなんかフィルターありとなしがあるんですけど、私いつもなしでやってるんですよ。なんかありだとすごいすごいから、なんか なんかすごいね。私が顔近いの？嘘、私の画面が多分ちっちゃく映ってるからかな。私的にはいつものお話し会のあの画角はベストなんですよ。そう、ちょっと遠目にやってみようかな。でもなんか遠目は遠目でなんかすごい、なんだろうな、もっと近づきたくなっちゃう。そう、すごいよ。そう、すぐ分かる、ほんとフィルターつけてたらなんかね、白くなるんだよね。白くパンパンパンってなる。ごめん、擬音ばっかで 説明難しいんだけど。そう、フィルターかけたら白、なんか白くてフワンフワンフワンって感じになる。あ、そう、美白モード、でも美白モードでもちょっとねすごいよ、あの加工は。なんかナチュラルじゃない感じ。だから私最近は無加工でやってる、無加工っていうかフィルターなしのやつでやってる。いや、セリカはあれはなんかもう天然の白さやん とは違った。そう、白飛びみたいな感じになっちゃうの、なんかね使わなくていい、ありがとう。ファンの人でもかけてる人いるって。いや、でもなんかファンの方の方は分からなくて、正直電波の問題でなんか画質がやっぱ落ちちゃってるのか、分かんない。でも使ってる方もいるね、使ってるって。かけてるけどって。じゃあ今度見てみよう、そこ。顔は見分けられないのって。なんかそんな顔が分からなくなるぐらい、フィルターで加工されるわけじゃなくて、なんかそう白くてちょっとね、なんて言ったらいいの、肌がすごく綺麗に見える感じ。そう
そうそうそう、顔が細く見えるとか目がパッチリするとかそういうことではなくて、本当肌が綺麗になったり、って感じなんだよね。ランちゃんのツイッターの写真、ランちゃんどんな写真あげてた？ランちゃん、ランラン、あ、そう、ランちゃんと、そう、そして今日乃木坂に越されました、崖っぷち AKB48 の大逆襲の初収録がありました、イエイ。そう、あったんです。そうだ、それも言わないと。そう、終わりました。収録ありがとうございます。最初の方もね、なんかお疲れ様ってすぐ連絡というかコメントを入れてくれた人もいたんですけど、ありがとうございます。今日そう初収録でした。そう、みんなメンバーみんなでそう収録させてもらいました。まあ、どんな内容になるのかは皆さんお楽しみに。そう、しかもテレ東さんで、ほぼほぼ全員いましたね。まあ、お仕事で。そう、リモートの人もいたけどって感じかな。みんなが弱めじゃないじゃんとか、ちゃんとしたところじゃんとか、すごい そうツッコミやん そう、テレビ局もそう、もうね、そう発表に。まあ、皆さんお楽しみにって感じです。どんな番組になるかは、でもメンバーもね、本当に分からないです。まだ今後どうなっていくのか、まあ、初収録はありましたが、でも本当なんかガチです ガチでした。これしか言えないね。すごい、すごい、すごかったです。そういったワードしかも言えないんだけど、ぜひ。まあ、本当放送楽しみに。めっちゃガチ。びっくりした。いろいろびっくりした。
いつ放送かな。楽しみにしててください。でも多分みんな想像できるかな。あ、そう、AK ビンゴさんの、そうですよ、そう、収録もね、今後あると思うので、楽しみに。何歌おう今日。みんなやっぱ同じ表情してんの？ウケる。ウケる。いいね、スクラップ&ミルド。私クリーム4経験したよ。まあがっつり経験したことはないけど、スクラップ&ビルドはすごくいいよね。クラップ&ビルドって AKB だっけ？サシース。それでは聞いてください。スクラップ&ビルド。No, no, no.
持ってきたものはまるで価値ない過去っていう歌詞にすごい救われてた時があって、そういい歌だよね本当に。なんかあとかっこいいなって思う、この歌聞いてて。うん、すごい勇気をねもらえるね歌詞ですね。はい、そう山口ツアーの時もこれ入れたのも、そうそういういろいろと、そういい曲だなって思って、そうこの曲選んだんだよね山口ツアーの時も。また一から始めようじゃないけどね、なんかそういう感じでね、好きですこの曲は。はい、ではランキング発表いきたいと思います。13位からいきます。ホイホイアットマークコロナが憎いでも少しずつ動き出したねって、そうそう少しずつ動き出してるので、はい、生誕祭もねできたらいいね、20歳の生誕祭、はい、13歳おめでとうございます、ありがとう。そして12位がピーシア、タイアットマークエンタメでは可愛いパクポンヤンヤンなここんかありがとうございます。12位おめでとうございます。そして11位がテオネオタイ I love you miss you I love you I want you I need you、りゅうちゃんおめでとうございます。はい、そして10位がジャリンガットマークバブミュー、バンバンアニョンバンバンおよぷたはい、10位おめでとうございます、ありがとう。難しかったあのポーズがバンバンポーズおよぷた。そして9位がピールケウ、あなたの好きな少女時代は誰ですかって。私少女時代さんあまり詳しくなくて、カラさんばっか見てたのであの時は。でも待って調べるわ、知ってる人いる。タタナリアンタタタタタタタ、あお亡くなった。あそう、テヨンさん、テヨンさん好きです、よく見ます。はい、9位おめでとうございます、ありがとうございます。そして8位がクックアットマーク MC ステッキさん、8位おめでとうございます、ありがとう。そして7位がココンにチルイチカイをカムサムダ、ありがとう。そして6位がチヒロアットマークサイン、ありがとう。あれ見てファンでいる、自信つけるよってつけてください6位おめでとうございます、ありがとう、届いてよかった。 そして5位がミッチーアットマークミューディ、4月のサイン届いたよってコメント嬉しかったな、よかった。なんかそうあのみんなにね、そうあのサインが届いてるのをちょっと見まして下見で検索したらね結構出てきたので、そう見ましてね、なんか嬉しかったな、みんなが反応してくれて。はい、そして4位がユーギアットマーク今は楽器弾けないミュージシャンがいる、信じられない信じられないはい、4位おめでとうございます、ありがとう。やばい今日ゆっくり読んでるよね、やば。3位がリマアットマークミューすごく綺麗だった、そして花畑の写真可愛かったよって、どの写真だろう、ありがとうありがとう。3位おめでとうございます。そして2位がねケンちゃんとマークミューからでこの涙を君に捧ぐ、1994年の雷鳴歌ってって、この涙を君に捧ぐ、まあ歌う機会があったら歌いたいと思います。2位おめでとうございます。はい、そして1位がブラウンアットマークミューディ自然な MC 進行良かったですって、良かったでもすごい緊張してたんだ、バクバクしてた、
はい、一応おめでとうございます。이름축하해요。감사합니다。はい、あと誰読んでなく、でも、11位にジョーアットマークミューのナイトさん、11位おめでとうございます。ありがとう。鼻むりむりする。はい、じゃあ順から読んでいきます。ピーシアさん、ホアンさん、カラトニピースさん、ナンナン48さん、和田さん、アスランヒデちゃん、めっちゃ鼻かいんけど、アスランヒデちゃん、ハッピーミューシー、パルエイトシー、ヒョッパンさん、カカアイナさん、ミューガチゴヤシー、グリフォンさん、ホタルミユさん、ウィンパディさん、マイさん、ヒデジロさん、ピンクラブ520さん、ヘギョンにウミウミさん、プトラ株式師匠さん、ヒロさん、クラッシングさん、イグルイグルさん、ハスキーさん、科学先生、ネタ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 ッキーさん、星侍さん、フィンドフォービーさん、ミキトさん、上を向いて福丸さん、ネちゃん、タイさん、いつもし、フッちゃん、1230さん、ヨークマさん、フロストさん、ザゼロさん、グラウゴールド888さん、ゆきとうもろこしさん、ポングポングさん、さかなさん、パラングスさん、ナオさん、AK さん、ミユは私のラストアイドルさん、セミさん、ポクレンパサランさん、XD さん、加藤 BB さん、行政、公演です、ありがとう、ウシタさん、シマヤンさん、トットシー、プレシー、グナナケさん、ローソンジさん、サカツネガメさん、コッコさん、コサスミユシ、ジロチさん、ポポロンさん、ヨ、マツボックリさん、グンちゃん、ユートシさん、KYS さん、メタルピーチさん、ラブリーさん、アデノシンさん、指揮者のキユウさん、たっくん、もしも鳥だったらさん、なるさん、J、田中さん、クラウドキューティーさん、しんちゃん、かっくん、チョンジェシー、ケンさん、キツネロックさん、トジ、トトム、トトムン 合ってる？ はい、トトムンさん、し、大五郎さん、ミュー、パラギシー、シノピーさん、ユータさん、ウナトリ、ミュードンさん、ミュー、マンさん、マンシーか、ハッピー38さん、ORC さん、最高のフィナーレをし、はい、皆さんありがとうございました。じゃあスクショタイムいきたいと思います。いきますね。はい、チーズ。ありがとうございます。じゃあ3ポーズいきますね。ハースダストかも。3ポーズ。1ポーズ目。どうしよう。あ、バンバンがあった。でもさ、これ、バンバンやりながら思ったんですけど、あんたロケロケとかぶってんだよね。まあいいか。エムタメバンポーズで。はい、1ポーズ目。2ポーズ目が、ポーズ目。だからさ、収録の時最初なんかバンバンとかやったんですけど、けど、そう、フリアさんとかはさ、知らないから、このアンロケのポーズ。そうだよね、やっぱそう思うよね。 3つ目が、ありがとうございます。あ、クマタワーだ。科学先生、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこれにて終わります。明日の配信時間はですね、明日ね、23時とかになると思います。23時からで、なんかもっと遅くなるときはまたツイッターで言います。내일은밤11시부터방송을꼭봐주세요.잘부탁드립니다.そして tomorrow showroom at 11pm. もちプレイズよろしくお願いします。じゃあ皆さん、また明日。おやすみなさい。チャジェオラトリソードカワンガン。おやすみなさい。